これでポリスブレイバーロボットモードになります。これでファイアーブレイバーロボットモードになります。これでメディブレイバーロボットモードになります。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。トミカヒーローズジョブレイバー特装合体ロボよりポリスブレイバートヨタクラウンパトロールカーとファイアーブレイバー森田多目的消防ポンプ自動車 MVF とメディブレイバートヨタハイメディック救急車です。それでは見ていきましょう。ということでこちらの動画ね、先週出しました。しかしね、それ40分ぐらいあるもうめちゃくちゃ長い動画なので、今回はもうコンパクトにもう短くまとめていきたいなと思います。それでは早速開けていきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。それでは見ていきましょう。まずはこちら、警察ジョブロイドのワッパーくんですね。こんな感じの見た目になってまして、頭の後ろにこうやって武器をね取り付けておくことができます。そしてはい、こちらがトヨタクラウンパトロールカーですね。はい、この110番の通り110のナンバープレートになっておりますね。はい、こんな感じの見た目でコロコロしてね遊ぶことができます。はい、それでは次はこちら、消防ジョブロイドのマットくんですね。こんな見た目になっております。そしてはい、こちらが森田多目的消防ポンプ自動車 MVF ですね。はい、119のナンバープレートになっております。塗装がねだいぶ細かくされてます。はい、でこうやってコロコロ走らせることができます。そしてはい、こちら救急ジョブロイドのエイドくんですね。こんな感じの見た目になっております。はい、そしてこちらがトヨタハイメディック救急車ですね。はい、これも119のナンバープレートになっております。こんな感じの見た目で、はい、コロコロして遊ぶことができます。ということで早速特装合体やっていきましょう。まずはこの武器を、はい、取り外してあげて足を曲げます。はい、で頭を後ろに持っていって、はい、で腕を下にくるっと回転させて下ろします。反対側も。はい、でこれで合体準備 OK です。でこちらトヨタクラウンパトロールカーはこれ引っ張って後ろ側外す。で下の水色の部分にこのワッパーくんをガチャッとくっつけてあげて手を離すと、はい、一瞬でねカチャッと変形させることができるので、腕を下ろして、でこの下の部分割って、でまた合体の目印水色のマークにこの足の部分を挟めてガチャッとくっつけてあげて離せば足が出てくるのでカチッとねくっつけてあげます。反対側も水色にカチッとやって足出して、はい、ちょっと前に持ってきてあげて、そしてこの武器ですね、はい、これと手錠を持たせてあげればこれでポリスブレイバーロボットモードになります。はい、めちゃくちゃ簡単にね合体させることができまして、こうやって肘を曲げたり、だとか、あと腕をね、はい、こうやって上に向けることもできますし、頭をこう回転させることもできるし、足をねこうやって動かしてポーズを取らせるっていうこともできます。はい、めちゃくちゃにかっこいいです。ということで次いきましょう。はい、こちらマットくん、この武器を外してあげて、で足、頭で腕回転、はい、で閉じると、これで合体準備状態になります。でこれも後ろ側外してあげて、でこのパーツもね一緒に外しましょう。はい、こうやってね外してあげて、でこの下側、はい、この下側に水色にねこうやってくっつけてあげて手を離すと、はい、パシャッと変形します。で腕を下ろしてあげて、でこのパーツ分割してこの水色にカチャッとくっつけます。はい、反対側もここにくっつけて足が出てくると、はい、そしたら、このパーツね、はい、こうやって取り付けてあげて、
して右腕に、はい、この銃を持たせてあげれば、はい、これでファイアーブレイバーロボットモードになります。はい、このね特殊なこう長い武器をね取り扱えるっていうのかっこいいですね。でこれはこの背中にねこうやって取り付けることもできますと。はい、こんな感じになっております。はい、じゃあ最後ね行きましょう。このね武器外してで井戸くんの足曲げる、頭曲げる、で腕を上に持っていくと。はい、でこれで OK ですね。じゃあ次、はい、トヨタハイメディック救急車の後ろ側を引っ張ると。はい、でこれも水色の目印に合体させて手を離すと。はい、で腕を下ろしてあげて、でこれ分割します。でこのパーツがね外れるので、はい、外してあげて、でまた水色の目印に足をくっつけて、はい、下にカチッと移動させます。反対側もくっつけてガチャッとね移動させると。で左腕にこのシールド取り付けて、右腕にこの剣をね持たせて、これでメディブレイバーロボットモードになります。はい、これもねこうやっていろいろポーズを取らせることができますと。はい、足とか手とかねいろいろ動きます。でこれをこの腕の横に取り付けるっていうこともできます。はい、かっこいいね。はい、こんな感じになっておりますと。はい、で、あ、これもねやってませんでしたけれども、頭がねこう回転したりとか、肘曲がったり膝がね曲がったりするので、かっこいいポーズをね取らせることができますよと。はい、いう感じです。それでは全部ね戻していきましょう。まずは武器を取り外します。はい、取り外してあげて、でここの足を引っ張って外します。はい、でそしたらこの2つ組み合わせてあげて、でくるっと足を持ってって後ろでカチッっていうまで押し込みます。反対側も、はい、カチッと押し込んであげて、この部分、はい、体外して腕を横に上げて、頭をカチッと閉じて腕もパチッとね閉じてあげます。でここを押さえながらこの後ろの部分をギュッとね、はい、くっつけてあげれば、はい、パトカーに戻ります。でこっちねちょっと腕を、はい、ちょっと開いてから回転してあげて、で後ろから頭を持ってきて足を下ろす。で頭の後ろに武器を取り付けてあげれば、これでワッパーくんに戻ります。はい、じゃあ次こちらね行きましょう。まず武器を外してあげて、でこの後ろのやつもね外しましょう。はい、で足を引っ張って外してあげます。はい、で2つともくっつけてあげて、で足をこのようにはいギュッと押し込んであげます。でここはい外してあげて、で腕を横に持ち上げると。で畳みます。はい、でこの向きでね、はい、水色が見えなくなるようにギュッとはめてあげて、はい、で、はい、このパーツをこうやって畳んであげて、でここにね、はい、くっつけます。はい、これで、消防車完成です。でこちらマットくんも腕ちょっと開いて回転、はい、で頭を起こしてあげて、で足を下に伸ばすと。で後ろに武器を取り付ければ、はい、これでマットくん完成になります。はい、じゃあ最後こ
ちらね、メディブレイバー行きましょう。まずはこのシールドと武器を取り外してあげて足を引っ張ります。はい、でくっつけてあげて足を、はい、カチッとなるまで畳んであげます。で体を外して腕を横に開く。でここ閉じて腕も畳むと。はい、でそしたら、あ、これそうだ、この畳む前にここにこのパーツをね挟める必要があります。こうやって挟んであげて、はい、こうですね。でこの後ろからガチャッと、はい、くっつけてあげますと。はい、これでトヨタハイメディック救急車になります。はい、じゃ次、はい、開いて下に回転で頭を後ろから持ってきて足を下ろす。でこの武器を後ろに取り付けてあげれば、これでエイド君になります。はい、まあ、ということでね、もうほんと簡単シンプルに、変形合体、やりましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。なんか詳しいその昔のジョブレイバーとの比較であったりとか、なんか詳しいね、そういうのを見たいって方は、その組み立てとかね見たいって方は、その1週間前に上げてる動画ね、ぜひ見てみてください。ということで、今回の動画以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、 X、 TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。